鹿肉めっちゃ美味しいんですけど、臭みも全くない、美味しい。ここ？元くんの。はい。上品な味。おすすめです。美味しいですね。大丈夫です。めっちゃおすすめです。日本橋の高島屋にあります。日本茶をジェンザンダーガオサンナビエン高島屋ナビエン料路 6階料路料路料料料路リーチャーザンダヘンハワスウェイ。
久しぶり。お久しぶりでございます。ありがとうございます。はい、これが僕の2つ目ですか、2枚目。イエーイ。じゃ重ねていい？ここ写真的にこうかな。いただきます。いただきます。鷹の肉だったね。めっちゃ食べられる。シビエですね。鹿です。じゃあいただきます。いただきます。合うね。鹿、めっちゃ美味しいね。なんか羊とかウサギとかいろいろ食べたけど、鹿が一番美味しい。鹿の普通に美味しい。うん。うまっ。ちょっと鴨肉と最初似てるかなと思ったんだけど、また鴨とも違う。そう。なんか結構ね、癖強いんだけど、でもここのは全然、獣臭とか全然ないし、そばはね、癖が強い食べ物が合うんですよ、鴨という鹿という。東京来てよかったです。でサラとじゃあザル豆腐、あ違う、ゆず大根、フロフキ大根、ゆず味噌、フロフキ大根、ゆず味噌とじゃあポテトサラダ、それでいって、あとは、お蕎麦を何にするかですね。俺はね、このしぐれ煮のそれ食べたことない。鹿のしぐれ煮そばで、お蕎麦が3つから選べる。これはもうもちろん森です。森で日本橋限定メニューってのがここ、鹿関係と南蛮、南蛮、鹿水、あとさっき裏にあったこれだね、鹿のしぐれ煮。鹿の肉はここだけ。だったらせっかくなので鹿の肉にしようかな。じゃあこれにしようかな。鹿水せいろ、それにすればそばへここから選べるな。じゃあ柚子切りで、柚子切りだけでいいの？2色いける？あ、ほんと？じゃあ森と柚子切りにしようかな。 OK。 この前サラシナ食べたので美味しかったけど、じゃあ飲んでますか。赤生飲むといいよ。おお、赤坂生初めて見た。あ、日本酒もいいですね。果汁、寿司、焼酎、ワイン、ソフトドリンク。じゃあ赤坂生をとりあえず僕はいただきたい。マリンシュサラダ、真特別だね。ポテトサラダ、ジャパニーズポテトサラダ。君だけ一番好きかもしれない。美味しそう。僕大根と柚子とかのペールエル系、ペールが好きなんです。柑橘系が嬉しいな。いただきます。いやね、ゆずと音声とかも2倍速までなら頑張れば聞き取れるじゃん。ちゃんと喋ってるかどうかは気にするけど、人が映ってるかどうかは気にしないから、俺人映ってないと楽しめないから。鹿肉にフォーカスしてるから。日本橋限定は鹿肉、
確かに肉が食べたい人は日本橋店まで。いや、ネタになるだったら喜んでる。いや、鹿肉めっちゃ美味しいんですけど、臭みも全くない、美味しい。おはようございます。